エトナ級防護巡洋艦とは、イタリア海軍が第一次世界大戦前に建造した防護巡洋艦の艦級で、初の国産防護巡洋艦である。艦名は、エトナ山、ストロンボリ山、ベズービオ山にちなむ。本級は、アドリア海を挟んで退治する、オーストリア・ハンガリー帝国海軍の防護巡洋艦に、対抗して建造された艦級である。 艦型は序盤にザ山の改良型で若干排水量が大型化された。1900年代に後部甲板上で撮影されたエトナの乗員たち。後方に方向線がはめられた 25.4cm 手法が見える。船体形状は小型の船体に巡船艦球の手法を積む関係から、 水面から還元が低い平ら艦型船体となっており、同時期にイギリスで建造された大日本帝国海軍の防護巡洋艦、にわ型に似た艦姿型である。艦の構造を全部から記述すると、水面下に昇格の月、水線部に35.6センチメートル。 水中魚雷発射管の付く艦種主砲の25.4センチメートル炭素砲は、キ部のみ走行で覆う、路砲塔に一機が配置され、その後方に二本のヤードに挟まれた見張り所を持つ、短脚式の全部マストが立つ。その後方に、両脇に、船橋を持つ操舵環境が配置され、船体中央部に二本煙突が立つ。 その周囲にはキセル型の通風塔が立ち並び、空いた場所は関西艇置き場となっており、関西艇は2本一組のボートダビットが、片弦二組で計四組により運用された。左右の原則に張り出しが設けられ、そこに複方である15.2センチメートル速射砲が棒立ての、ついた単装砲がで等間隔に、片弦三基ずつ、計六基が配置された。後部マストと、 後部見張り所で上部構造物が終了し、その下の後部甲板上に2番手砲塔が一機、配置された。1909年に撮影された近代化改装後のエトナ。1907年に3番艦、ストロンボリが除籍された後にエトナとベスビオは近代化改装されて練習艦に類別された。船体は再建造され。 原則は大きくかさ上げされて反り返りがついたことにより、還元が高くなった。環境は前方に移動されて、全部マストの基部となった。武装はすべて速射砲に一新され、エトナは1 5 2トル単装速射砲を原則部に、片源2基ずつ、計4基、1 2トル単装速射砲を前後、甲板状に1基ずつ、計2基であったが、 ベスビオはべて 15cm 単装速射砲発揮に統一していた。手法はアームストロング射性 25.4cm ライフル砲を採用した。この砲をフード付きロ砲塔に収めた。バーベットの装甲は厚さ 51mm で砲身の装填、回転機構を覆っていた。砲身の旋回角度は240度であった。副砲として 15.2cm 速射砲を単装砲がで6機、近接戦闘用に、フランスのオチキス射性 5.7cm 速射砲を5機、3.7cm5 連装ガトリング砲を5機、搭載した。他に、対艦攻撃用に、監首水面部に 35.6cm、 水中魚雷発射管を1機と35.6センチメートル、水上魚雷発射管を2門装備した。1884年1月19日に、カステラマーレ造船所にて寄港、気候、1885年9月26日浸水、1887年12月3日春港、春工。1905から1907年近代化改装、1914年9月に、 タラント港湾防備官に類別後に、イタリア艦隊司令部として使用。1921年5月15日に、除籍誤解体処分。1884年8月31日に、ベネチア造船所にて、寄港。1886年2月14日、浸水。1888年3月21日春、竣港。1907年に除籍誤解体処分。 1884年7月10日に、カステラマーレゾー船所にて寄稿、寄港。1888年8月30日浸水。1887年12月3日春、春港。1905から1907年近代化改装。1915年に、除籍後解体処分。ありがとうございます。